まあこの動画を配信するにあたってね、ちょっとテーマを決めていこうかなって何もテーマ決まらんまま始まってしまったから基本ノープランで、うん、テーマ決まらんからこんな不審ですよね。そうですね、今日俺がドラムに座りたいというわがままだけで今この夫人で。どうドラムの景色は。なんかね、新鮮あこっちから見ることってないしさ、ないです、ね、歌って人の背中見ながらやるのってどうなん。いや、いいですよ、いい？いいですよ、なんかなんかさ、まあ、あのこ結構俺はこっちやん、ライブの時、はい、そうですね、結構目合うんよ、はい、そういうのやっぱ見てるの、メンバーみんな見てます。お客さんも見てる。見てます。知ってる人がおったら見つければ。まあドラマーの人あるあるって言ったらずっと座ってるやん、はい、ただなんかね、あの休憩の時立ちたがるよね。立ちたがるわ。立ちたがるドラマーの人。みんなはどう見る。みんなは立って演奏するからさあ休憩行こうって練習の休憩行ったらみんなこう座ってふーってドラマーの人ずっと立ってる。座り続けてるんで立ちたくて腰が煽る時も立つよね、ライブで。あのね、なんかこうじゃなくて、ずでこうこうこうじゃなくて、ずでこうこうこうじゃなくて、ずでこうこうなんすやん。ダセーな動こうなんすやん。動きが超ダセー。慣れてないから。おじさんの煽って煽ってピコーやん。ギャンやん。ダセー。ここ何にもないしな。ダセー。なんとなくね、なんか立つなと思って見えへんからな。みんなが前にいるんで。でもさ、ここにおるのとこうやってるのそない変わらへん気がすんのよ。変わるんですよ。変わる？いますよみたいな。いますよって分かってるよ。でもお客さんってアホじゃないねんからドロンとなってるドラムがおることぐらいは分かってるやん。まあね、ドラムの子は基本的に目立ちたがりやもんな。うん、目立ちたがりの恥ずかしがりです。なんやねん、めんどくせえな。前出ろよ、ほんなら。出てましたけどね。言うたりはせえへんかと思って、ちょっと俺もっと見えたいからもうちょいこうっていうリクエストはドラムからなくない。あの立ち位置をもうちょっと俺が見えるようにしてくれとか。あ、なるほどね。ドラム台が前に出るようにそうそうそうしてくれとか。ちょっと上げてくれとか。いや全然いいよ、グイ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 来たらええんちゃう。なんかあのね、あのうちは歴代ドラマみんなこうマイクを持ちたがらない、喋りたがらないというか、みんなマイクない。口下手や。あ、そうやな。あの要はワンツースリーフォーとかやるのか。ああいうのもないねん。ああ、喋りたい。ここでライブでちょっと思いっきり滑りましょう。別に受けんでもええけどさ。じゃあなんかようあるやん、かけがでわーとかさ、いやーとか。それも届けへんやんか。俺らだけしか聞こえへんし拾うんかもしれへん。わーとかいやー言うてるみたいやん。言うてへんやん。そうや、なんかこれさ、わーってやって、わーってなれへんの。俺いつも思うねんけど、叩くんか叩かへんのかどっちかせねえ。今のはたまたま当たっただけやん。なんていうの、ほらこういうのって赤ちゃんがなんかこうやってうーんってなるような感じの衝動はないの。ドラムの人って。ありました。あるやろ。それでバーって声が出ないわけ。見てもあのマイクがないんで。あ、じゃあそれは言わないようにしてんの。気づかれないんですね。8ぐらいよ。メンバーチェンジでやったもんなと思う。まあまあできた。そう、ワンマンねやるときにメンバーチェンジするんや。あ、楽器パーチェンジ。しかもそのパーチェンジはくじ引きない。おお、怖え。これボーカルの可能性もあるし、ベースの可能性もあるし、ギターの可能性もある。考え方も怖いね、これ。結構何でやってるらしい。やったんないから。そうなんや。ボーカルと、これ以外は。へぇ、俺ね、これギターですよ。俺弦楽器一切弾かれへんねんけど、弦楽器だけ一回もなったことないねん、奇跡。だから、うまいこと、うん、まあ、なんとか曲には毎回なるんよ。そうやね、トロンボーに。あの、2回ぐらいなってるんよ、トロンボーに。マジで音出てないから、1回も。2回もやってんのに。もう、もしかして。もう飽きませんで、しかも、みんなそれなりに努力すんねんね。俺、前回サックスやった。やめろよ、努力せえみたいな。いや、努力せえで、あの、その練習時間の中で、じゃあ、パンチンジの練習しましょうかっていう。なるやん、そうなっても、もうトロンボーン持ってる。
ムーン無理やわ俺でもあとずっとかで見てるだけムーンって普通さこれどうやどの音からどう吹くのって聞くやん、何も聞いてけない理屈が分からへんねん、フレットレスやんか、要は目印がないのよ、ここに当てたらこの音が出るよって言うたら不完全やん、楽器として不完全仕上がってないねん、だからまだかけよって分かるねん、だからまさかこんなに楽器に偏見を持ってないよほんまにいやでも俺ギターかベースなったらマジでヤバいと思ってんのむずい、いやもう分かれへんもん、簡単ですよ、フレットあるから、うん、ベースやったらいけるやん、誰でもいけるやんか、ベースやったらいや、謝るベースやったら、人に謝る、だってさ、ギターってさ、こういろんなところを押さなあかんし、ベースもいろんなところあんねんだよだから俺は毎回、何回も弾く練習をしたことあるんだけど、やっぱ F が慣れへんのよ、あここがあのうまいこと押されへんね、一緒に押されへんけど、ベースはこうだよ、ブーン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 、誰でもいける、ベースやったらいけるけど、ギターになったらちょっと、なるほどいや、わかるわかる、それはもうほんまおすごいわかるけど意外と大変やから、俺と指で行くよ似合うけどこの辺に何の話やろ